新宿二丁目ゆうまチャンネル、されされさあさあさあ、今日はですね、皆さんどこに来てるかと言いますと、私こちら、じゃじゃん、あ、名古屋に来ています。なんか久しぶりの名古屋、もう何十年ぶりかですよね。ちょっとゆっくり観光したこともないです。仕事で昔来たことあるんですけども、今日は久しぶりに、何十年ぶりじゃねえな、そういえば。そうだ、ちょっと前にメーテルさんの番組収録で 4,5 年前に1回来たんだ。その前には1回観光できたんですけど、来てなかったので、今日は久しぶりに1泊2日で名古屋楽しみたいと思います。それでは行きましょう、レッツゴー。さあ、名古屋駅からですね、名鉄になりまして、あ、この光のこぼれ日がいい感じ。まず最初にどこに来たかと言いますと、あ、ちょっと今見えましたけども、じゃじゃん、熱田神宮に来てまいります。まあ、今回の名古屋旅はですね、この方と、マイマーザ、ユーママーザが一緒に来て、映っていいの？皆さんこんにちは。急に映るの？大丈夫かな、マガタ。こういうなんか豊臣秀吉ですもんね。徳川家康じゃ、名古屋城。あれは名古屋城。徳川家康。雑貨だったよ、ね。徳川好きやもんね、徳川家康。そうそうそう。これ今いろいろと。ここは徳川家康じゃん。何が？お城がある。そうや、名古屋城がやろ。そうや。ここはあの人の書いてあったよ。なんか名前忘れた。うん、向こう行くよ。織田信長の話とか、豊臣秀吉の話とかして。他の。そうそう、剣がね、松間違ったこと言うな。言うアホや言われて、アホやから何も分かれへんもん。そうそう、母さん好きなよ、徳川家康。うん、なあ、ほんまや、熱田町に幽閉されていたことやって。さあ、熱田神宮本殿参りました。ちょっと今から参拝に行きたいと思います。観光できてる。なんてこれ、うまいな、これ木やん。観光部なん、これ。何を、何をお祈りしたんですか。お母さんですか。はい、あの無病息災で1年、もうすぐ1年になるのに見守っていただきありがとうございます。はい、何がおかしい。なんで何がおかしいねんて。悪たから。いや、いいことやなと。分かってんの？分かってる。無病息災、家内安全でな。そうですね、もう1年やろ、はい、見守ってもうてるからありがとうございます。そうですね。名古屋城、初めて来ました。金のシャチホコ、めちゃくちゃ金ピカ。さあ、ずっと歩いてまいりまして、シャチホコだぞ、シャチホコだぞ。社長、こう見えますか、すごい金ピカ。近くにずっと歩いてきました。ちょっと木にかかってますけど、社長ホコです。さあ、お昼ぐらいになりまして、これからですね、ここ銀シャチ横丁、ここのですね、いろいろ名古屋名物があるみたいなんで、お昼ご飯に行ってきたいと思います。銀シャチと言いましたけど、もちろん間違えました、金シャチです。え、何やってるんですか。いや、すごい豪華。こんなんで手洗ってんの？そうよ。水道水、そうよって言って。気持ちいいですか？手洗ってます。縁起いいんじゃない？よしよし、すごい、出てる、出てるよ。さあ、母さん、あ、来ました。すごい、熱々、美味しそう、味噌煮込み。あ、ありがとうございます。親子煮込みって卵が下に沈んでます。それではいただきたいと思います。うん、ちょっとこれこれこれこういうのいただきたいと思います。うん、コシがあっておいしい。スープ、スープ美味しい。熱い、うん、美味しい。おネギ、
あるね、うん、どうですか母さん、うん、いいですか腰が効いて腰が効いて美味しいです。これ白ご飯も絶対合いますよね。白ご飯と、うん、味噌美味しいな、うん、うん、ありがとうございます。チューイングガム噛んでるみたいだって。さあ名古屋城を後にしまして、お母さん良かったですね。今からテレビ塔に向かいたいと思います。お天気も最高ですし名古屋テレビ塔です。まあ、日本にも数多くテレビ塔ありますけども、日本最古の一番古いみたいですね、このテレビ塔。ちょっと最近はですね、周りがですね、なんか遊歩道とかちょっとしたあのカフェとかいろいろできるお店が数多く増えたみたいで、ちょっと遊びに行っていきたいと思います。あ、すごい、何や、ポロとかコーチとかアフルダとかも入ってる。いろんな買い物もできるようになってるんだ。うん、さあ夜になりましてですね、ここからはもうお腹が空いてきたので、ちょっと夜ご飯を食べに行きたいなと思うんですが、まあ名古屋といえばですね、お母さん、ちょっとまあこの YouTube をずっと見てくれてて、お店なんかにも遊びに来てくれるこの人にちょっと会おうということで出ていただきましょう。この方です。どうも、ひとぽんと申します。よろしくどうぞ。まあ、ちゃんとマスクしてね。あなたもやっぱでもマスクしてる方がいいですね。どういうこと？これ名古屋の夜ちょっと初めてぐらいなんですけど、うん、あなた名古屋ね、庭ですから、まあ愛知県地元 で、 そうです、ね、ちょっと今日今からどっか夜ご飯エスコートしてもらえますか。はい、どこ行きますか。味噌で行きます。味噌で、楽しみ。八丁味噌食べて、つけて食べるの。じゃなくて、もう最初からついてます。ついてるんですか。わかりました。はい、はい、じゃあそちらの方に行きたいと思います。なんてお店でしたっけ。しましょうです。しましょうさん、見てちょっと映ってますけど、これめっちゃ美味しそう。こうやってもうね、キンキンの生ビールと、あとまあポテサラとか、こうやっておからなんかもあって、うん、結構名古屋ではもう古き良きみたいなお店ですよね。そうですね。はあ、たまに来るんですか。たまに来ます。なんか急になんか綺麗な喋り方やめてもらいますカメラ回ったら。はい、ちょっといただきたいと思います。うん、初めてこんな、めっちゃ味噌に使ってるやん、うん、あ、横に土手焼きも添えてあるし、あと卵と、これは何、里芋。里芋初めてだね。初めてこれを。でこんにゃく、お豆腐、うん、いやめっちゃ美味しい。しみて、いいね。ありがとうございます。さあ名古屋2日目の朝でございますが、ずっと地上を歩いておりましたけども、なんか地下もすごいですね。地下街がこれずっと今歩いてるんですが、あの昨日ですね、お友達のひとぽんに名古屋の地下はすごいよと言ってたんですが、今ちょっと意味が分かってきました。あと、あ、どうぞ。服を見たいということで、母さんは。そして今日はですね、2日目、まあ、最終日なんですけども、今からずっと行きたかった名古屋港水族館に行きたいと思います。さあ名古屋港水族館に着きました。すごくいいお天気でして、名古屋港海をバックにある水族館、ここはあのシャチのショーとかすごく有名なんですよね。名古屋水族館来てまいりました。さあそれでは楽しんできます。さあ分かんない、入りまして、いきなり見えるのが大きい水槽、見てシャチ、すごい。丸飲みやな。うん、
うん、ゆかがいた、あ、曲がってる、すごいすごい曲がってんで、こっちもほら、出るわけです。白イルカ、お、ほんまいる、すごい、おお、すごい、真っ白、真っ白です、ほら、すごい、サンゴ、水槽きれい、花もいっぱい泳いでまーす。きれいきれいきれい。ウミガメ。近い。うわー。美味しいですか？美味しいです。味噌カツ丼。うん。分厚いですよ、お肉ほら。うまいやー。すごいですよ。有名やもんな、味噌カツ。卵を潰して。卵潰れました。はい。が、この初めてこれ。あんかけ、ミートソースのスパゲティのあんかけ、あんかけやねんて、食べてみよう、うん、なんか不思議な感じ、うん、ミートミートもしてないし、けどスープコンソメみたいな、うん、効いて、おいしい、これいいな、これいい、さあ、ということで、一泊二日でお届けさせていただきました名古屋の旅、もう初めてこんな満喫した名古屋を味わうことができました。最後は名古屋港水族館で締めましたけども、すごく規模の大きいダイナミックな水族館でございました。以上、私今の名古屋旅でございました。またねー、バイバーイ。